の名だ「一の一両手を地上に表を伏せ腰を低く」「権上するにおいても必ずお神の方へ目を上げざること」「万一五家紋などのことある場合にはおそば衆へ申し上げご直答を捕まつらざること」「国元でも何度か言われたし」 出布してからも嫌になるほど聞かされた。ことに前の日からその朝にかけて、耳にタコができるとはこんなことかと思うほど繰り返して注意されたのである。それでも小三郎は別にうるさがりもせず、言われるだけのことをおとなしく聞いていた。その様子があまり神妙なので、なんだ、評判ほどの男でもなさそうじゃないか。 役人たちは一応安心したのであった何しろ江戸城中吹き上げの庭で紀州の一漁夫が将軍家直々に越を賜るというのだからその破格なことはもちろんもし失策でもあった場合の責任の重大さを考えると係の役人たちが心配するのも決して無理ではなかった。 どうしてそんな前例のない活見が許されたかというと、その前の年、すなわち寛永6年の正月に、紀伊頼信から領内で獲れた鯨の肉を献上した。将軍家光は生まれて初めて味わう肉の珍しさに、まだ見たことのない巨魚の習性や、手形取りという奇襲独特の取り方などにひどく興味をそそられた結果、 この次には献上の肉とともに、その鯨を仕留めた漁夫を出布させ、漁の模様を詳しく話して聞かせよ、と命じた。頼信は漁内の産業開発に熱心だったから、これは捕鯨漁業の発展のためにまたとなき機会だと思い、今年の献上にあたって、その鯨を仕留めた手形取り、大地の裏の小三郎を出布させたのである。 小三郎は大地で一番古い漁業の網元、和田や中米の次男で、兄の聖太郎とともに手形取りとして熊野灘切手の名手だったが、ぶっきらぼうで感借持ちで腕力が強く、和中様の小佐旦那が通った後は虫も飛ばない、と言われていた。だから小三郎の出布には、奇襲家中でもいろいろ反対があったのである。 けれども頼信がそれでよしというので、ついにこの前代未聞の格言という運びになったのであった。よいか。今申したところを必ず忘れぬよう。くれぐれもそこつの振る風いあってはならんぞ。わかったな。吹き上げの庭の定めの場所に座ってからも、よくよく念を押した係の役人は。 小三郎より少し下がって左右に2人、すぐ後ろに一人三人して若者を取り巻くようにして位置に着いた彼らは土下座である一粒ずつ洗い上げたような美しい玉砂利を敷き詰めた道が枝ぶり見事な松林の間を右曲して遠く本丸の方へと続いている将軍家光は やがて、その本丸の方からやってきた。お渡りじゃ、下に。役人の声で、小三郎は額が玉砂利につくほど平服した。若き家光は、三人の小獣を連れただけで、足早にさっさと歩いてきたが、小三郎の前へ差し掛かると、静かに歩みを止めた。すると、係の役人の一人が、 平伏したまますぐに小三郎の披露をした。恐れながら申し上げたてまつりまする。これに控えおりまするは、この度、紀州家よりご献上の鯨を仕留めましたる、紀州の国熊野の漁夫、小三郎と申す者にござりまするが、格別の御上位をこむりまして、鯨つきの次第を根性つかまつります。家光が頷くと、 古獣の一人がそこへ将棋を据えた。額を玉砂利に擦りつけていた小三郎は、家光が将棋にかける気配を聞き定めて、恐れながら御家門により、熊野の海に置きまするクジラきの手段を申し上げます。と静かな声で口を切った。声は静かだが、歯切れのいいキパキパとした言葉付きである。 まず、熊野灘のつきの歴史を語った。その由来は、朽熊野の大地に住む和田忠兵衛という者が、堺の浪人伊右衛門、美州領諸崎の漁夫、伝寺というのと共に始めたのが根源である。和田忠兵衛の祖先は、鎌倉幕府に仕えた朝比奈義秀の末で、有名な和田合戦の後、流浪して大地の裏に至り、 以来連綿とそこで漁業を営んでいたものであった。彼らがクジラ付きを始めたのは、慶長13年のことで、以来約25年の歳月が経っていたのである。さて、クジラには、上りと下りと申す猟奇が年に二度ずつございます。ここまで言いかけたとき、小三郎の表は玉砂利の上から少しずつ上がり始めた。 上りくじらは毎年9月、海の東より西へ行くものを取りまするので、12月をもって終わりといたします。下りくじらは春2月より3月末へかけて取りまするが、これは西より東へ帰るものでございます。1-2この漁に用いまする船は、網船、森船、 手形鳥の三種あり七長六九人乗りにて船ごとに葉ざしという指揮者がおります。網は井戸網ほどの太さをもって作りこれにて遠巻きに鯨の目脅しをつかまつり中に追い込んだところへ森舟を寄せて森を打ちます。言葉が次第に力強くなるとともに小三郎の表はだんだん高くなり 今はほとんど家光の顔をまさしく見上げるばかりになっていた。付き添いの役人たちは平服しているのでわからないが、家光の後ろにじしている小獣たちがハラハラし始め、図が高いぞ図が高いぞと低い声で注意した。しかし聞こえないのか、聞こえても知らん顔をしているのか、小三郎は平然として語り続けた。 第一に打ち入れました森を一番として、その船へ印旗をあげまするが、印旗は三番までにてこれを手柄に数え、その世の森は旗をあげることはできません。かくて時至ると見定めました場合、手形船より一人、長さ四尺に余る刀を背負い、太綱を持って漁夫が鯨の背に飛び乗りまする。ほう。 人間がクジラのせい飛び乗るのか。大瀬のごとくでございます。その声で、初めて付き添いの役人たちがびっくりした。直刀はならんと固く注意してあるのに、平気でそれをやってのけたのだ。これはいかん。と目を上げてみると、小三郎は上半身を起こし、きちんと正座して両手を膝に、 家光を正面に見上げながら語り続けているから、三人とも仰天して、これ、図が高いぞ。ご直答は無礼であるぞ。下に直れ、下に、下に。声を潜めて叱った。家光はその様を見て、ニッと微笑しながら、どうするかというように黙っていた。小三郎は驚きもせず、 慌てもしなかった。役人たちの叱り声などは耳にも止めず、クジラの背に飛び移りました漁夫は、と落ち着き払って言葉を継いだ。携えました刀を持って、クジラの背を差し貫きます。この間、瀕死のクジラは海中に沈み、あるいは水面に浮かび、波頭の間を縦横無尽に暴れ回ります。 例えば狂える本場とでも申しましょうか湧き立つ泡飛び散る飛沫渦巻き返す海面に出没共存する鯨と人と命を落としたこの戦いこそまことに熊野灘の荒くれどもが花と呼ぶ壮絶にしてすさまじきありさまでございます自分でも感動が盛り上がってきたものか そう言いながら、旗と手で膝を打った。はらはらしている役人たちは、たまりかねたのであろう。一人がすり寄って、旅外な、これ、下に直らぬか、と言いながら、袴腰を引いた。五獣の一人もついに立ち上がって、無礼者、頭が高いぞ、と叱りつけた。すると同時に、 小三郎はピタッと黙った。そして口を引き結び、大きな双眼を開いて、旗と小銃を眠つけた。なんだ、という表情である。その眼光の激しさは、まるで劣化のようだったし、公然と肩を上げて短座した体つきは、不屈の面魂をそのまま絵にしたように見えた。叱りつけて立った小銃も、 役人たちも気をを飲まれて一瞬ぐっと息を飲んだ時家光が再びニッと笑いながら「話を続け小三郎」と静かに言った「皆の者も無礼咎めは無用だ直刀も許す小三郎良いから続けて申せ」。古重は下がり役人たちは再び平復したが 小三郎は目も動かさず、何事もなかったような小姉で静かに続けた。多様に水中をくぐること幾じったび、クジラの背を突き貫きまして、それへ太綱を通しました上、左右の船へこの綱をつなぎ、陸地へと引き上げるのでございます。この仕方を手形取りと申しまして、熊野灘の漁夫だけが捕まつる。 独特の方法でございますが、これは決してたやすくできる技ではございません。森を十分に入れぬうち、背へ乗りますと、まだクジラの勢いが強いため、尾びれで撃ち殺され、または海中へ振り飛ばされてしまいます。また、遅れてその時を外しますれば、手形を取らぬうちにクジラは絶命し、海底に沈んで、 もはや引きき上げることができませんすなわち入れた森の聞きどころを見鯨の勢いの衰えるよきほどを測るのが手形取りの上手下手の別れでございます。この度送り来たった鯨はその方が仕留めたということであるがその司祭を申して聞かせご上位ではございますが小三郎は日 と笑いを含みながら答えた。私、熊野の手形取りの仕方を厳状をつかまつるためにまかり出ましたまで、己の手柄を吹聴する心はいささかもございません。ごめんをこむります。2-1小三郎はそのまま江戸城に止められることとなった。家光は徳川氏歴代の将軍の中でも 最も鋭気たたる武将だったから小三郎の不屈な面魂がひどく好きになったらしい紀州家その旨を通じて当分の間話し相手として城中に詰めることになったのであった熊野灘という荒海をものともせず片舟に身を託して活躍する漁夫たちの生活は家光にとっては新鮮な 心を「そそそられる話題だったその方の成果は和田屋と申すそうだが太一の和田忠兵衛とは遠辺にでも当たるか」。ある日ふと家光がそう聞いた「はい和田忠兵衛は私の家でございます」。「その方の家か」。家光は小三郎の顔を見直すようにした。 では先日、その方が申した和田の由来、鎌倉幕府の勇士、朝比奈義秀の末とかいう、その子孫にあたるのだな。いかにも、大瀬のごとくでございます。それがどうかしたか、と言いたげな顔つきだった。良き決す古き家柄ということが何よりも尊われた時代である。中には、 私に系図をこしらえてまで家柄の良いのを誇るものもあるのに小三郎の淡々たる態度は強く家光の気持ちを動かした。そうか、そうだったのか。吹き上げの庭におけるあの不敵な様子がそう聞いて初めて納得がいった。朝比奈義秀の決闘といえば名家。 漁夫で置くべき家柄ではあるまい。その方だけの性根があれば、武士としても恥ずかしくはないぞ。どうだ、世から木へ離してやるゆえ、武士として祖先の祭りを回復する気はないか。ありがたき仰せでございます。父の許しさえございましたなら、武士になるというのだな。そう愛なれば、 祖先の名も上げ、加盟のためにも妨害の幸せと存じます。ではよからキーへ申してやる。家光はそう言って満足そうに小三郎を見て小三郎の顔にも珍しく明るい微笑みが浮かんでいた。全くそれは珍しいほど明るい希望にあふれた笑顔であった。それから四五日して、 戦国で和田家を建てよと、直に和歌山表へ使者を建てた。ということを家光から聞いた。どういう返事が来るか。さすがに小三郎も待ちかねていると、さらに四五日経って二月に入った。その四日の日に、木池家の者が国元からの書面を小三郎のもとへ届けてきた。父からの手紙である。 すぐに開いて読むと、急病で倒れ、余命もおぼつかないと思われる。生前に一目会いたいから、暇を願って帰国してくれ。という意味のことが書いてあった。父上が五十秒。小三郎は色を失った。和中様の小三旦那が通った後は虫も飛ばぬ。と言われ、そのズバ抜けた腕力と、 激しい感触とで熊野灘の荒くれどもを震え上がらせる彼が一度父親のことになると猫の子のように従順だった。どんなに感触を起こしている時でも父親が小三郎と言いさえすれば火の消えたようにおとなしくなるくらい彼の父親思いは有名なものだったのである。すぐに小三郎は暇を願い出た。 家光は次の出布を固く訳した上願いを許した。下城して紀州邸へ挨拶を済ますと小三郎は夜道をかけて江戸を出立した。今の暦にしても三月初め。ことにそれは寒気の激しい年だった。帰るまでご存命であろうか。もしや今頃。 ご不幸なことになっていられるのではあるまいか。頭の中はそのことだけでいっぱいだった。ひたむきに道を急いで、13日の夕方。宮の宿へ着いた彼は、すぐに便船を問い合わせると、たまたま和歌山まで行く五百国船が回覧するところだという。そこで事情を話した上、大地へ寄るというのを確かめてそれへ乗った。 大地へ着いたのは四日目の朝であった。小三郎は早くから支度をして船の三好に立っていたが、勝浦の沖を過ぎると間もなく、懐かしい東苗崎が見えた途端に、ああ、帰った、という思いでぐっと涙がこみ上げてきた。二の二、二つの岬に抱かれて、 深く湾入した大地の裏は薄い朝霧の中でひっそりと音を沈めていた。あまりに静かだった。船着き場へ近づくとともに浜にぎっしりと船のつないであるのが見えた。小三郎はそのつなぎ船と浜の異常な静かさを見てぎょっとした。どうしたんだ その浜にあるもののほとんど9割は和田屋の持ち舟である。そしてこのような素晴らしい日和にはみんなもう沖へ寮に出ていなければならぬはずだ。何かあった。この静けさとおびただしいつなぎ舟とは何かを語っている。小三郎はさっと顔色を変えた。お父さんがもしや 怒りを下ろす間も待ちかね、小舟で岸へ着いた小三郎が浜へ飛び移るのを待ちかねてでもいたかのように、向こうから一人の娘があっと叫びながら走ってきた。まあ、若旦那様。お見よう。小三郎も驚いて汗よりながら。お父さんは、お父さんはどうした大旦那様はご無事でございます。 無事、本当かお父さんは本当にはいこの23日はご病気の様子も大層良いとおっしゃってでございます小三郎は救われた全くよみがえったと言いたい気持ちだったほっと大きく息をついた彼は初めて普通の声になりそれにしても お前が迎えに来ていたのはどうしたんだこの船で来ることがわかるはずはないだろうに。お迎えに参ったのではございません。娘は片手に下げたビクを見せて、私、朝船の魚を取りに来ましたの。佐吉はどうしたんだ沖へ出ました。佐吉が漁に出た はい。田平さんも竹次さんも起きへ出ております。小三郎は不思議そうに娘を見た。おみおは小三郎の乳母の娘で、十一、二の年から和田屋の家へ女中奉行に来ている。こんな漁村に育ったにしては珍しく、色白の愛くるしい顔立ちで、気質のおとなしい、 動作のしっとりと落ち着いた娘だった。小三郎より六つ年下で十八になるが、十六ぐらいにしか見えないうぶうぶしさを持っている。しかし今、そのうぶうぶしい顔の表に、かつて見たことのない暗い影の差しているのを小三郎は見た。おみよ、浜に何かあったのかはい。 何があったんだうちの船があんなにつないだままになっているのはどうしたんだそう言われておみおは帰って物といたげに若主人の顔を見上げたそして何か言おうとしたがふいっとかすかに頭を振ったどうしたんだ言えないのかはいみおには申し上げられません 娘はつぶやくように言いながらつと前かけを取って表を覆った道へ出ている漁夫の家族たちは小三郎の姿を見るとみんな丁寧に挨拶したしかし誰も声をかけるものはなかったどこかおずおずとしたようなまなざしである中にはこそこそとうちの影へ隠れてゆく者さえもあった この浜の漁夫たちは何代となく和田屋の家の子も同様に生活してきた。和田屋の船で和田屋の網で親が子が孫が熊野灘の荒波と戦って生きてきた。小三郎は幼い時からこの浜の人々と浜の騒音と家々のありさまをよく知っている。しかし今やそこには 彼の知らぬ空気がみなぎっていた。人々の様子もひどく違う。家々はひっそりと根を潜めている。彼の顔を見て逃げ出すものさえある。わずかな留守の間に浜はすっかり綿棒を変えたのだ。和田屋の家は浜の南の端に近い丘の中段にあった。 二百年前の建物だという母屋を中心に土蔵七棟、表棚、雑具店、それに召使いたちの長屋などを入れて低い通字塀が取り回してあり、裏手には昔の空堀や石類の跡などが残っている。また中庭には大きなクスの古木が二本あって、 沖から帰る船の良い目印になっていた小三郎が石段を登りきった時表棚の前に立っていた老手代の和助が「おお小三郎様お帰りなさいまし」とつまずくような足取りではせよったようまあお早くお帰りなされました。 大旦那様がお待ちかねでございますぞ。それから、聖太郎様のことは、何とも、実に、申し上げようもございません。バスケはそう言って、低く神戸を垂れた。小三郎には何の意味かわからなかった。兄さんがどうしたってバスケは、 すがりつくような目で小三郎を見上げた。皺をたたんだその老手て台の方には涙が筋をなして流れていた。三の一座敷の中まで差し込む早春の日が病床にいる父の痩せて骨張った横顔に寒々と反映していた。小三郎はその枕辺に 両手で己の膝を掴んで座っていた。兄は死んだのだ。クジラの手形取りをし損じて、その尾びれに打たれて死んだのだ。父が小三郎を呼び戻した本当の原因はそれであった。長男の無残な死体を見たとき、父親は昏倒した。脳卒中であった。 この和田の家には昔からおきてがある。父親は静かに言った。網元という職は漁夫の親だ。親はこと暗くを共にしなければならぬ。だから和田屋の跡取りは漁夫たちに率先して海へ出ろ。このおきては固く守られてきた。わしも。 わしの父もその父も家を継ぐまでは海で働いた。だからわしも聖太郎やお前に手形取りをさせてきた。それはよく知っています、お父さん。だがもうたくさんだ。わしは聖太郎の死体を見たとき、自分の手で殺したも同様だという気がした。 もうたくさんだ。わしは船も網も捨てる。小三郎そしてお前は和歌山へ行け。「和歌山」という言葉に小三郎はギョッとした。中太郎は唇のあたりにかすかな笑みを浮かべ我が子の顔をつくづくと見ながら言った。10日ほど前に。 お城からはるばるおしゃが見えた将軍家のお声がかりで武士として和田の家をお取り立てになるとの仰せだわしは礼を言うぞ小三郎お前は祖先の名を起こしてくれた何をおっしゃるんですお父さんいや礼を言わせてくれ 何百年という間漁村の隅に埋もれていた和田の家がお前のおかげで初めて世へ出ることができるのだ死んだ清太郎もこれを聞いたらさぞ喜ぶだろう中太郎の目には涙があふれていたその涙に濡れた目でなでるように小三郎の姿を見守っていたがやがて 静かに目をそらしながら言った清太郎が待っているだろう墓へ行って甲を上げてきてやれはい小三郎は父親の掛屋具の端をそっと押さえ静かに立って病魔を出た次の部屋には和助がいたそしてすぐに小三郎の後について 表の間の方へ来た。うちの中はひっそりとしている。彼が十二月初めに出布して行くときには、この家の中は一日中生き生きとした騒音に満ちていた。絶え間もない人の出入り。漁獲物を積み入れ、積み出す激しい掛け声。仕切り場では甲高に数を読み上げていたし。 広い台所からは常に大勢の前後次第をする音が聞こえてきた。それが今は新刊として物音もしない。大地の浜が綿棒を変えたように、和中の家もすっかりその様子を変えてしまった。兄さんはどうしてしそこなったんだ。表の前来てから小三郎は ためてわすけに聞いた兄さんがし損なうなんて俺にはどうしても本当とは思えないコ座のものと競り合いになったのですコ座のものとはいそれで清太郎様は無理なことをなすったのです手形取りに無理はいけないとおっしゃっていたご自分が コザの者と競り合いになったばかりに無理をなさいました。それでなければ、決してあんな、あんなしそこないをなさる清太郎様ではございません。そうか、コザのやつらが手を入れたのか。大地から南へ約三里ばかりのところに、コザという漁港がある。小座っぽうといわれる、 気風の荒い土地だったが、随分前から大地の漁業的優位地を自分の方へ奪い取ろうとしていた。それには熊野灘の花とも言うべきクジラつきで勝つのが先決問題である。彼らは持ち前の向こう水で挑戦してきた。しかし大地には和田屋の伝統がある。通った後は虫も飛ばぬと言われる。 小三郎の素晴らしい腕力がある。どんなに彼らの挑戦が繰り返されようとも、大地の浜はびくともしなかった。大旦那様は、と和助は低い声で言った。聖太郎様が亡くなるとすぐ、和田屋の手形取りを捨てておしまいになりました。今はもう、 小座の者の,の暴れ放題でござります。それがクジラつきばかりならようございますが、奴らは漁場を荒らしまで始めました。和田屋の船と見れば押しかけてきて、取った魚を取り上げてしまいます。どうしてそんなことができるんだここは小座の漁場だ。よその漁師の網を入れる場所ではない。 そう申すのです。沖の美穂も、三崎三段も、みんな小座のもので占めています。もう大地のものには、めぼしい漁場は一つも残ってはおりません。バカなそんな理屈があるか小三郎は、むらむらと怒りを感じた。海は漁夫のものだ。 海に仕切りはない。これまでだってそんな例はなかった。一体誰がそんな無法なことを決めたんだ。この浜の者は、和平は構わずつぶやくように言った。和田屋の船に乗っている限り、もう漁はできなくなりました。生きてゆくためには、コザの船へ乗らなければなりません。みんな、 お店の船から降りてしまいました残って和田の船を守っているのは二十人にたらぬ有様でございます小三郎様小な様は浜につないである船の数をご覧になりましたか三の二。何もかも一緒くたになってのしかかってきた感じである 兄の死や、重病の父や、小座の者の無法な振る舞いや、そして大地の漁夫たちの運命など、みんなが一時に渦を巻いて小三郎を一人で殺到してくるように思えた。どの一つも彼と無関係なものはない。そして彼には、また別に新しい運命が目前に開けかかっているのだ。 武家として家を起こし祖先の名を挙げるという大きな運命が兄さんのお墓へ行ってくる小三郎は思い出したように立ち上がった「はいではおみよにご案内をさせましょう」「案内などはいらない」「でもご褒大書ではございませんから」 そう言っては透け渡っていった。一束の線香に火をつけ、小さな花束を持ったおみよとともに、やがて小三郎は家の裏手から出ていった。丘の上へ出て、菩提寺とは反対の方へ、七八丁も登ったところに兄の墓はあった。野墓であった。 まだ目の硬い干木の茂みが吹き上げてくる潮風に揺れていた。墓はその潮風にさらされて寂しい孤独な姿で立っていた。熊野灘の見えるところへ埋めてくれ。そうおっしゃったものですから。墓の前にこごんで線香を立てながらおみよが言った。小三郎は 長いことそこへぬかづいていたそれから立ち上がって海の方を眺めた群青を解いて流したような熊野灘が早春の午後の日を浴びて果て知れぬ彼方まで打ち渡して見える彼も兄もその海で人となった育ってきた年月の喜びも悲しみも みんなその海の上にあるのだ。このお墓はおみおがぼそぼそとした声で言った。私がお守りをいたします。バカ旦那様はどうかご心配なく、バカ山へおいでくださいまし。どんなことがあっても、このお墓だけはみおがきっとお守りいたします。 和歌山へ行くことを知っていたのか。はい。立派なご出世で、大旦那様もお喜びでございました。本当におめでとう存じます。心から祝っている言葉だった。恨みがましい感じなどはちりほどもなかった。けれども、娘の言葉とその様子とは、 小三郎の胸を強く刺した。彼がおみおを己の妻にと思い始めたのはそう古いことではない。おみよは貧しい漁夫の娘である。その母親は小三郎の乳母であった。そしておみよは彼の家の女中なのだ。身分は不釣り合いであるけれども、 跡取りの兄と違って彼は次男だから彼女をめとることはさして困難でないと信じていたそういう気持ちはおみよにも伝わらずにはいなかった言葉にも出さず約束をしたこともないが若い二つの心はどんなかすかなそぶりにも触れ合うものを持っていただが和歌山へ出て武家を立てるとすれば そうすれば事情は違ってくる。彼自身がどう決心しようとも、漁夫の衣を脱いで武士になる以上は、すべての事情が違わずにはいない。そしておみよはもう、その動かすべからざる事情の変化を知って、潔く自分の夢を書き消そうとしているのだ。おみよ、帰ろう。 小三郎はそう言って歩き出した。彼は今自分の行く道を思った。数百年の間世に隠れていた和田の家を戦国鳥の武士として再興するのだ。父もそれを望んでいる。そして彼はまざまざと江戸城を思った。吹き上げの庭を思い。 美しい玉砂利を思い返した。将軍家光の張りのある小姉、ね。往来する諸侯の意義。それはすべて彼の決心を力づける階層だった。小三郎様。降りて行く坂の下から、そう叫びながら老手代が馳せぼってきた。どうかすぐに。 岩の浜ままで行ってくださいましどうしたんだ佐吉どもが沖から戻ってきますと急に小座の者たちが取り巻いて漁の獲物から網まで持って行こうとしているそうです。間違いになるといけません。早く行ってやってくださいまし。小三郎はしまいまで聞かずに坂を駆け下りていた。 三の三岩の浜というのは大地の湾の南隅にある一部を指して呼ぶ他は砂浜であるがそこだけ岩地になっていて沖漁の船を直につけることができるのだ小三郎が駆けつけた時岩地の岸で和田屋の船を中心にこの浜の者と十五六人の小座の漁夫たちとが まさに殴り合いを始めようとしているところだった。待て、手出しをするな。激しく叫びながら小三郎は駆け寄った。その声は圧倒的だった。熊野灘の漁夫でその声を知らぬ者はない。その声を知ってその恐ろしさを知らぬ者も,もない。この浜の漁夫たちの間に、あ 小三郎旦那だ。小三郎旦那が勝ったという喜びのどよめきが上がるのと反対に、まさに殴りかかろうとしていた小雑報たちは、あっと言って横っ飛びに左へ開いた。小三郎は四五間手前で立ち止まり、大きく見開いた目で小雑報の群れをぐるっと見回した。十五六人いる小座の漁夫たちの中で、 その半数は棒切れや貝などの獲物を手にしていた。しかし今目の前に立ちふさがっている相手に対して、そんな獲物がいかに無力であるかを彼らはよく知っている。それで小三郎に眠つけられた時、彼らは持っていた棒や貝を急いで投げ捨てた。小三郎はそれを待っていたように、 立ち止まっていた場所から大股に歩み寄った。どうしたんだ彼は両手の拳を腰に突き立てていった。お主たちは小座の者だろう。何のためにこの浜へ押し込んできたんだ。何か文句があるのか。こいつらは。と浜の者の中から佐吉が何か言いかけた。小三郎はそれを お前は黙っていろ。と遮って、もう一度ぐるっとコザの漁夫たちを見回した。何か文句があるんなら聞こう。文句はないのか。みんな、ごくりと唾を飲んだ。文句をつけに来たんだからないことはない。しかし、何か言うとすれば、それは誤差部旦那のいないところに限るのである。彼らは、 石のように黙っていた。よし、文句はないと見える。小三郎は決めつけるように。では、こっちで言うことがあるからよく聞いておけ。お主たち小座の者は、このごろ漁場荒しのようなことをするそうだが、海は誰のものでもなく、漁場にも仕切りはないぞ。熊野の漁師は、熊野の海のどこで漁をしてもいい。 これまでもそうだったし、これからもそうだ。お主たちにも小雑報の魂があるだろう。つまらぬ漁場荒らしなどはよして、漁師は漁の腕で来い。小三郎がそう言ったと、小座へ帰ってそう言うんだ。わかったら帰れ。小座の漁夫たちは、そう言われるのを待っていたように、バラバラと先を争って逃げ出した。 それを見て浜の者たちがわっと嘲笑を浴びせようとするのを、笑うな、と小三郎が怒鳴りつけた。別にお前たちが勝ったわけじゃないぞ。まさに小三郎の本領である。浜の者たちはその土星を聞いて、みんなよみがえったような顔つきになった。そして誰かが、全くだ、俺たちが勝ったわけじゃない。 と言ったので、みんな一度に声高く笑い出した。それから急に気がついたという風に、小三郎を取り巻いて我れがちに挨拶を始めた。申し遅れました。お帰りなさいまし。旦那、お帰りなさいまし。自分たちの英雄を迎えて、彼らはまさに正気を取り戻したのである。しかし、 人渡り挨拶が済んだ時、そこに間の悪い沈黙が来た。彼らもまた、旦那が武士になって和歌山へ行く、ということを聞いていたのである。だから、この大きな喜びが長く続くものでないということに、すぐ気がついたのだ。みんな、船を片付けよう。向こうの橋にいた佐吉がそう言った。 彼らは肩をすぼめるようにして、船の方へと散っていった。その夜、小三郎は遅くまで父に江戸の話をして聞かせた。家光との下りにはほとんど触れなかったが、吹き上げの庭や、お相手として城中に止められている間の見聞は、最も父を喜ばせたようであった。まるで夢のようだ。 話を聞き終わってから、忠兵衛は疲れたような声でうっとりとつぶやいた。我が子が将軍家にじきじきの越を賜り、この家が戦国の武家として再興する。わしはもういつ死んでも心残りはない。それからほっとため息をついていった。小三郎。 早く和歌山へ行け。便箋のあり次第行くんだ。殿様がお待ちかねだからな。四の一。それから二日目の朝、父にせかれて小三郎は便箋を聞くために浜の島屋へ出かけた。島屋は賭場に本店のある大きな海産物商で、 金炎岩の海線も扱っている。店へ行って問い合わせると、和歌山への船はいつかの地でないと寄港しないことが分かった。その店でも小三郎の出世を知っていて、あるじや店の者たちから祝辞を述べられた。島屋を出た彼は、うちへの道とは逆の方角にあたる北浦の方へ歩き出した。北浦は、 大地の湾を囲む北の岬の向こう側にありなだらかな丘続きの道がうねうねと右曲して大地との間をつないでいた少し急ぐと汗ばむほどの暖かい日を浴びながらその道をゆっくりと歩いてきた小三郎は北浦へかかる手前のところで右へダラダラ下りに分かれている細い小道へと曲がった 二丁ばかり降りたところに花をつけた椿の林があり、その林に囲まれた窪地に一棟のみすぼらしいあばら屋が立っている。家の前は二十歳で、その段々畑の向こうは一望の海原だった。小三郎が道から窪地へ降りてきたとき、そのあばら屋の前の二十歳で一人の老婆が畑を打っていた。 小三郎は畑のそばへ近寄りながら、おばば、と呼びかけた。老婆は聞こえなかったものか、衰えた手つきでクワを振り続けていた。おばば、小三郎だよ。もう一度呼んだ。老婆は静かに振り返った。そして小三郎を見た。けれども何にも言わずに、 再び向こう向きになって畑を打ち始めた。おみよの母、小三郎の乳母だったおわきである。小三郎を産むとすぐ死んだ母に代わって、おわきは彼のために本当の母とも思える人であった。小三郎のどんなわがままにも味方になり、厳しかった父のしつけぶりから言っても身をもってかばってくれた。 彼が成長するとともに、旦那はわしが父をあげた人だ、と言って何よりの自慢にしていた。けれども今、小三郎を見た目つきは、その人のものではなかった。ひどく冷たい、まるで見知らぬ人の目であった。どうしたんだ。自分の出世を一番喜んでくれると信じてきた彼は、 老婆の冷ややかな眼差しとよそよそしい態度を見てあぜんとした。一体何を怒っているんだそう思い惑いながらもう一度呼びかけようとしたとき、老婆の腹立たしげな、そして悲しげなつぶやきが聞こえた。和田屋は大地の浜の草分けじゃ。大地には限らぬ。 熊野名だきって漁師の総元締めじゃったこの海のものはみんな代々和田屋を親と頼み和田屋のある限り安心して生きてきた海から吹いてくる風が老婆の灰色になった髪をハラハラと吹き払った小三郎は黙って聞いていた清太郎様の亡くなったのは おいいたわしいことじゃ老婆は静かにぽつりぽつりと言葉を続けた。おいたわしいけれども漁師が海で死ぬのは当たり前のことじゃ。このばばの親たち、親の親たちも幾たりとなく海で死んだ。それでも海から逃げるような腰抜けは一人もいなかった。 親たちの墓は海にある。海で働く者の墓場は海にあるのじゃ戦国鳥のお侍は偉いかもしれぬ老婆はさらに続けていったけれども親と頼む大勢の漁師たちを捨て育ってきた海を捨ててゆくようなものが何で偉かろう。 稼ぐ漁師が一人減って、戦国の極つぶしが出来上がるだけのことじゃ。このばばがお乳をあげたお子は、そんな腰抜けではなかったはずじゃ。小三郎の額がいつか青くなっていた。彼は、老婆がそれ以上何も言わないのを知ると、黙ったままきびすを返してそこを去った。 一番喜んでくれると思ってきた老婆から、まるで予想もしない言葉を浴びせられて、小三郎の頭は混乱した。自分は決して海から逃げ出すのではない。兄の死によって打撃を受けたのは父だ。自分は海を恐れてはいない。自分は祖先の無名を再興するために和歌山へ行くのだ。 父が最もそれを望んでいるから武士になるのだ。その点だけは誰にでもはっきりと言える。けれども、稼ぐ漁師が一人減って、戦国の極粒しが出来上がるだけのことだ、という一言は辛辣だった。この一言が小三郎の気持ちを頂点から叩きつけた。その一言の持っている真実さを、 否定することはできない。うちへ帰り着くまで、小三郎の心は暴風の中の足のように動揺していた。しかし帰ってみると、うちにはまた思いがけない、すべてを決定することが待っていたのである。小三郎様、どこへ行っていらしたのです。みんなでお探し申しておりましたぞ。 帰ってきた彼を見ると、老手大の和助が飛び出してきて言った。何を慌てているんだ。大変でございます。田辺の殿様がご自身でおいでなされました。何、安藤の殿様が見えた。お船を浜えつけて、御家来衆があなたを迎えに来ておいでです。 和歌山へお連れくださるそうですから、すぐお支度をなさいまし。まるで坂を転げ落ちるような気持ちで、小三郎は支度をするために奥へ入った。4-2安藤立脇直次の船は、東明崎の裏に止まっていたが、小三郎が着くとすぐに怒りを巻き上げて、出港の用意を始めた。 小三郎は船の表の席で直継と会った。立脇直継は田辺の上主であり、非徳川家の中席と言われる老人だった。年はその時もう七十七で、髪も口ひげも白かったが、太い舞はすやすやと黒く、力のある僧帽には奏者をしのぐ光がこもっていて、 見るからにひぼの風格を示していた。お前か、朝比奈義秀の子孫というのは。はじめに直継が言った言葉はそれだった。そう言いながら老人はその恐ろしい眼光で旗とねめつけた。小三郎はその目をかっちりと受け止めながら答えた。 の通り、名は小三郎と申します。「うんなかなかいい目をしておる」「にやりともせずに言ってさらにぐっとめつけながら鎌倉の和田の血統といえば軽からぬ」「とには将軍家お声がかりで食欲戦国のお取り立てと決まったそうじゃお前もさぞうれしいであろう」 どうだ長い間、壁偶の漁村に埋もれていました和田の亀名が、ようやく世に出ると思いますと、いかにも嬉しゅうございます。ほう、ほう。なおつぐは空とぼけたように首をかしげて、仮名が世に出るから嬉しい。ではお前は、 自分が戦国の武士になれることは嬉しくはないのかえ正直に言ってみろ。武士も戦国になると槍を立てて歩ける。なかなか悪くない気持ちだぞ。お言葉ですが、私は祖先の名を挙げるため、また父がそれを望みまするゆえ、和歌山へまかり出るのです。 己の出世を喜ぶ気持ちなどはいささかもございません。そうかそうか。お次はやはり空とぼけた声で「それほどに申すなら己のためではあるまい。だがそうするとこの老人にわからぬことが一つある。戦国で武家になるとどうして祖先の名を挙げることになるのか。 それがこのわしにはとんとげせぬ。はて、盾は決め、どうやらもろくしたと見えるわい。そういったなおつぐは、へひいへひと笑いながら振り返って叫んだ。船を出せモンドがはっと答えたときである。沖の方から、わーっという大勢のわめき声が聞こえ、 幾十兆もの激しい老斗が波の上を伝わってきた。この船の上にいた人々は何事かと驚き、一斉に原則の方へはせよった。直ぐも立った。クジラを追い込んだ。その老斗ですぐにそう感じた小三郎は、直ぐの後から立って原則へ近づいた。 まさにクジラを追い込んだのである。それも、東明崎からほんの一またぎの近い海面だ。今、網を打ち回したところと見えて、クジラは盛んに波間を暴れている。こいつは大物だぞ。小三郎は思わず伸び上がった。まったくそれは巨大な奴だった。おそらく、 頭から尾びれまで二十件はあろう。跳躍するたびに跳ね上がる飛沫は百尺も本当をするかと見えた。その飛沫を浴び、砕ける波を縫って今森船が縦横に走っている。手形取りの船も見える。だが、そこには、和田屋の船は一層もなかった。大地の浜の船は、 一層もいないのだ。小三郎はそのことに気づいた。大地の奴ら、何をしているんだ思わず拳を握って浜の方を見た。そしてそこに、虚しく繋がれている船の群れを見つけた。彼は雷にでも撃たれたように、愕然とそこへ立ちすくんだ。 乗り手を失った船、その主を失った空の船、育実層とも知れぬ干上がった船の大群が、声なき叫びを上げて、わっと彼の方へ呼びかけるように思った。海で働く者の墓は海にある。おばばの声だった。海の見えるところへ埋めてくれ。 臨終に行ったという兄の声が耳元でわめかれるように聞こえた。仏然として小三郎の血が踊り出した。彼の五体に流れている手形取りの血が、席にせいていた包みの切れたように、一つの方向に向かってどっと雪崩を打った。和田の家はこの海と共に生きてきた。 父も祖父も、その神の多くの祖父たちも、この熊野灘で育ち、熊野灘で死んだ。この海が和田家の墳母ではないか。この海と共に生き、この海と共に栄えてこそ、祖先の名を挙げることではないのか。浜に繋がれているあの船の群れを見ろ。 小雑報の船で占領されたあの沖を見ろ。小三郎は、うんとうめいた。そして大股に直ぐのそばへ歩み寄ると、押さえつけたような声でこう言った。お願い申します。私を、この船から降ろして下さいまし。それから、和歌山のお城へは、 かように言状をお頼み申します。小三郎は熊野灘の漁夫でございますと。父をどうする直継が反問した。父はお前が武士になるのを望んでいるはずではないか。父もかつては熊野灘の漁夫でございました。よく言った。 ツ次は「に」とうなずき笑って「わしがここへ来たのは実はそのひと言を言わせたいためだったのだ」「天下治って武士の務めは楽になったが御夫には終わる時のない戦場がある果て知れぬこの大会だ」手を挙げてツ次は海を刺した「海へ残れ小三郎」 そこにある宝は無限だぞ。海へ出て国の富を戦い取れ。それは戦国武士を十人集めたよりも値打ちの高い仕事だぞ。小三郎の顔にも輝くような笑みが刻まれた。彼は大きく俳優し、おさらばと一言言うと、活気の溢れた足取りで厳ビを返した。 浜にはまだみんないた。老手代の和助も、佐吉も、竹寺もいた。最後まで和田屋の船を守る漁夫たちも揃っていたし、涙に濡れたおみよの顔もあった。小三旦那を送ってきた彼らは、安藤家の船が出港するのを見送っていたのだ。そこへ小三郎が戻ってきた。どうしたのだ あぜんとしている人々の前へ、船を急がせてきた小三郎は、パッと砂地へ飛び上がりながら、いきなりわめき出した。佐吉、森と手形取りの支度をしろ。え急ぐんだと怒鳴りつけ、そこに集まっている漁夫たちの方へ手を挙げた。みんな見ろ。小雑報がクジラを追い込んでいる。 やつらの手に負える獲物じゃない。本当のじらつきを見せてやるんだ。船を出せ。小さぶ旦那。竹地が前へ飛び出した。和歌山へいらっしゃるんじゃないんですか。俺か。小さぶろうはくるくると着物を脱ぎ、雪のように真っ白なふんどし一本のすっぱだかになりながら言った。 俺はこの浜の浜漁師だ。わあという叫びが浜いっぱいにどよみ上がる。竹次が拳を振り上げて、みんな、旦那は和歌山へはいらっしゃらねえ。やっぱりこの浜の小サブ旦那だ。もう太一の浜に揺るぎはねえぞ。さあ船を出せ。船だ船だ。わあと言って、 みんな森船を下ろしにバラバラと走ってゆく。その声とその動作の表している歓喜をまさしく伝える方法はない。彼らは主を取り戻したばかりでなく、自分たちの太陽を取り戻したのだ。小雑報が束になって押してきても、もう大地は大盤石である。佐吉が 両具小屋から駆け戻ってきた。手形取りの刀を持ってきたのだ。野立のような五尺に近い条件である。小三旦那、刀でございます。差し出そうとしたとき、それまで物も言えずに立ち並んでいた和助が、おみよの肩を押し合っていった。おみよ、刀を結んであげろ。 おみよは、佐吉から刀を受け取り、踊り上がるような身振りで、小三郎の後ろへ回って肩へ当てた。小三郎は、おみよの手から紐を取り、しっかりと背中へくくりつける。そこへ、船の支度ができましたぞ、と呼ぶ声がした。筆蝶路の森船、十五人の乗り手が、 みんなふんどし一本のすっぱだかである。飛び乗った小三郎はそのへさきに突っ立った。船はざんぶと波をかんだ。潮風に焦げた十六人の裸が踊る。おみよ、うれしかろう。マスケの声は震えた。おみよは返事をしなかった。 体の中の神経が目に集まっていたのだ。そしてその目は、毎一文字に沖へ進む森舟を見ていた。森舟のへさきに仁王立ちになっている小三郎の姿を食いつくように見守っていたのである。吹き。この話から三十年ほどのちに、小澤へ、 奇襲藩の捕鯨役所ができた。そして和田屋一族を中心にして、奇襲独特の捕鯨業は、維新前まで連綿と伝統を守って栄えていた。